カッパアカッパアカッパ。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、赤羽隆二です。さあ本日なんですが、やっていきましょう。赤羽隆二さんのキャラクター評価をね、来ました、ついに天才最強デュエリスト、赤羽隆二さん、アーク5ワールドの、まあ、海馬的ポジションですね、16歳にしてレオコーポレーションとレオデュエルスクールを経営している社長にしてプロデュエリスト、有能すぎー、有能すぎーその才能を分けていただきたい。すごいよね。当初から、多次元の存在を知る数少ない人物で、来たるべき戦いに備え、世界を守るための槍、ランサーズを結成する。まあそのランサーズに今ユウヤくんとかも入ってるんですけども、主要デッキは DDDDD と名の付くアガマズクモンスターで、融合シンクロエクシーズペンデラム、ちなみに OCC ではリンク、すべての、まあ、5つの召喚方法すべてを使いこなす天才デュエリストであると。この人のまずね、人間性評価をやっていきましょう。ちょっとあの、1回ね、スキルの評価と、あの、このキャラクターのレベルアップ補修の評価を置いといて、まず人間性の評価、デュエルタクティクス、星5、圧倒的星5、すべての召喚方法を操ります。天才です。15歳でプロデュエリストの資格を獲得しております、彼は。DDD にはね、書いてある通り、すべての召喚方法は、まあ、儀式ないですけど、儀式以外だったら全部使いこなせると。アニメでは本当にリンク召喚以外だったら全部出してたんで、もう全デュエリストがね、本当に、うわ、かっこいいってなってましたね。はい。なってたかどうか知らないけど、俺はなってました。で、ソリティア的迷惑度。これ星っ子ですね。あのね、彼ですね、すべての召喚方法を操る都合上、マジでソリティアが長いです。アニメでもなんか平気で一人でめちゃくちゃ回すんで、なんかエクシーズしてなんかそのシンクロしてペンデラムしてみたいなことめちゃくちゃ回すんで、とにかく長いソリティアが。結構あの普通に多分リアルで対戦したら割と迷惑なレベルで、めちゃくちゃ一人回しで気持ちよくなってるタイプの人間ですね。はい。ちなみにあの OCG のあの DD デッキはなんて呼ばれてるかっていうと、超難しいパズルって呼ばれてまして、めちゃくちゃ回すの難しいんですよ。いろんなルートがあってね。なんで、超難しいパズルデッキと、DD デッキは呼ばれています。はい。私は回せません。お前がやれど、星5。お前がやれど星5。これどういうことかっていうと、この人ね、めちゃくちゃ強いんですよ。デュエルがね。で、デュエルタクティクスもすごい高いし、デッキもめっちゃパワー高いので、なんかその、ランサーズなんていう組織を結成してんじゃなくて、お前全部やれよって思ってました、俺は。お前全部デュエルしてたら、なんかこんな長引かんかったろっていう、この話、アークファイブの話がね。だから君が全ての指揮を取ってるんじゃなくて、君が前に出て、その、プレイヤーとしてデュエルしてたら、もっと早く次元は一つになっていたんじゃないですかっていう話をしたいですね、私は。お前がさっそうと全部デュエルしたら、早く終わってたろってずっと思ってます。はい。そして、キャラデザインのオリジナリティ性。これ星1ですね。これね、まずこのマフラーですね。マフラー。これ、いくらなんでもその赤いマフラー、しかもなんかすごいたなびいてるんですけど、どっからどう見ても仮面ライダー。どっからどう見ても。で、さらに、靴下履かないっていう、キャラクターなんですよ、これ。この人。まあ、いつも結構足元からこうパワーアップしてくる、んですけど、彼はいつも出てくるときにね、足元がこう薄って、ふわってパワーアップしたって言うんだけど、必ず靴下履いてないです。はい。多分、石田純一さんを、まあ、意識して、まあ、いるんでしょうね。毎回そうなってますから。まあ、そもそもなんですけど、まあ、そもそも名前にまず馬入ってますよね。名前にね。で、攻撃力3000のモンスターであるヘルアーマゲドンっていうモンスターが、まあ、3積みされていること。で、なんか弟思いであるということ。なんか、なんか見たことあるんですよね、そういう人俺。なんか海馬瀬戸って言うんですけど、見たことあるんですよ。キャラクターのオリジナリティ性という点では、まあ、非常に低いんじゃないかなというふうに思っております。そしてね、なんといってもね、声は星5なんですよ。これ皆さん何を隠そう、赤羽隆二さんの声優は、フォーさんと一緒なんですよ。細谷さんなんですよ。これ、まさか同じ人とは思えないぐらい、赤羽隆二めちゃくちゃ真面目で、フォーさんって悔しいでしょうねとか、サレンダーは認めない、さあ立てとか、なんか地獄みたいなセリフめっちゃ言うじゃないですか。赤羽さんはね、めちゃくちゃ真面目で、本当にその人間ができてるんですね。だから、ゆうやくんのことを心配していたりとか、まあ、ゆうやが疑われても、いや、この人はなんかちゃんとやってるみたいなことを言ったりとか、なんか弟のことを心配したりとかね、なんか本当人格者、本当に人格者。まあね、同じ声優と思えないぐらいキャラクターが違う。そんなキャラクターです。ちなみに僕はフォーさんの方がどっちかっていうと好きです。
はい、早速ねふざけてるのはこのぐらいにしてレベルアップ報酬やっていきましょう。レベルアップ報酬星2ですね。星2、弱い、とにかく弱い、とにかく弱いひどい女。結構ニコラもこうテキスト長々と書いてるけど、多分リンクスの DD ではあんまり使わない気はすると思う。まあ可能性は感じるけど、まあ、ちょっと若干多分そんな使わない。あとスケールが弱い、非常にペンデラム軸で、まあ10とか4とかだったらあるけど、ニコラ8はねあんま強くないね、スケールで。なぜかパペットマスターが3枚入ってると。枠潰しやめてもらっていいですか。あの既存モンスターで新規キャラクターの報酬の枠を潰すのやめてもらっていいですか。迷惑なんで、 A 今すぐにやめていただきたい。爆破するぞ。ほんでダリウス、これはね可能性あるんですよ。まあ後々ね OCG ではめっちゃ強いモンスターを上に重ねるっていうインチキエクシーズができるかもしれないんで、めっちゃ強いっていうと、あ、一応効果も契約書破壊して、デッキから1枚ドローする、この効果は何でも発動できるっていう効果なんで、なんか結構強いんですけど、あとあの戦闘を行う場合ね、相手のモンスター破壊してこっちは戦闘破壊せないみたいな効果あるんで、まあ意外と強いんですけど、ちょっと DD デッキだと意外と出しづらい。悪魔族レベルの 3×2 だから。結構ねあの OCG の方だとデスガイドとかで簡単にポンポン並んだり、悲願とかでポンポンって並んだりして、割と簡単に盤石王が盤石に出てくるんで、で盤石王に盤石に重ねていくデスマキナっていうやべえモンスターがいて、でそいつでまあ妨害をしていくという、まあ、妨害っていうか相手モンスターを吸収するっていうね、まあそういう動きができるんで、まあその後々強くなると思います。これ OCG の方でも今実は結構注目されてるカードです、これダリウス A でですね。人事権はマジでちょっと今更感ありすぎて、ちょっと遅すぎる。このカードはトラップカードで、一応フィールド墓地手札の DD、ペンデラムゾーンの DD カードを合計3枚戻すと、その後デッキから DD 何でも手札に加えられるっていう効果なので、まあ言ってることは強いが、まあそんなことしてる場合かっていう、そんなことする前に殺せみたいな、それかそんなことする前に殺されるみたいな話あるから、ちょっと遅いですね非常に。でニコラ、パペットマスター、ダリウス、人事権、パペットマスター、ニコラ、ダリウスと、まあ報酬は弱いかなって感じしますね。まあでもまだレベル30しかないんで、まあレベル35とか40とかの報酬に期待って感じでしょうか、ね、もしかしたら可能性ありますかね。レベル35いきなりデスマキナドーンみたいなデスマキナうるせえな、なんか竜とかいうカスみたいな実況者がなんかデスマキナ起こしてうるせえからよこしやったわ つってデスマキナドーンみたいな可能性あるんで、まだまだね、可能性は信じていますよ。伸びしろはある。はい、お次はちょっとスキルが、はい、見ていきましょうか。まず、汎用スキルですね。汎用スキル非常によろしい。まず、バランス。これはなんか、ブラマジとか使います。今だったら。ブラマジ使いになれるかも。ヘッドハンティングあるよね。で、粉砕。まあ、いいですね。粉砕非常に。やっぱり、ライバルキャラクターは大体粉砕持ってるっていうのはありますからね。基本的には。粉砕もいい。で、まあ、ペンデラム召喚の、スキルを、スケールか、スケールを発動する、効果とか、あと、融合の使い手。仙台払うと、仙台払減ると、融合を持ってこれるっていうスキル。まあ、結構ね、ヒーローとかも使えるかもしれないですね、これでね。あと、幻想とかもワンチャン使えるかもしれないです。はい。普通に強いと思います、汎用スキルは。非常に。今のところ、汎用スキルはマジで、星4くらいまでありますかね。非常に強力です。はい。今の現状の環境においては。で、次、一番上からいきますか。異次元と冥界の逆転。自分の墓地の DD モンスターの枚数と除外されている自分の DD モンスターの枚数が同じ場合に、むずいな墓地と除外の枚数が同じ場合、めっちゃむずいやん。このスキルの使用時に自分の墓地に存在していた DD モンスターを全て除外して、除外されている自分の DD モンスターを墓地に戻すと、まあ、要は除外と墓地を交換するっていうことですね。なんか条件を満たすのちょっとめんどくさそうですけど、まあ言うて結構除外するんで、DD デッキわざわざこのスキルを使う必要はないかもしれないけど、可能性は感じるスキルかなとは思いますね。うん、あと封印の黄金室でなんか枚数調整したりできるのかな。なんか封印の黄金室で除外したモンスターを強引に墓地に戻すみたいな、ネクロスライムを封印の黄金室で除外して、でなんか墓地に1体プッて DD 送れさえすればなんか、交換してネクロスライムが墓地に行くみたいなことはあるかもしれない。あ、後々の話ね。はい。で、異次元の王、これはね強い。
と思う。結構これ結構強い。自分のフィールド上に存在する DDD モンスター全ての攻撃力はターン終了時まで500アップすると。要は粉砕みたいな感覚ですね。でしかもこのスキルは1ターンに1度かつつデュエル中に2回使用できるって書いてあるんで、これあの粉砕って1回しか使えないんですよね、今生きている中で。あの人生で1回しか使わないよっていう、まあ、粉砕は一生に一度っていうスキルなんですけど、これ2回使えるんで。しかも DDD って500アップしたらだいたい3000超えるんで、まあ、環境的にいるモンスター全部抜けるんですよ。例えば青眼とかね、あの精霊竜4の横3000とかだいたい抜けるんですよ。でレベル7のモンスターで2600とか2700くらいあるんですけど、だいたいね2800のやつもいるけど、そういうのって500アップしたらだいたい3000超えるんで、まあだいたい環境のモンスター全部突破できます。非常に強力ですこれ、500アップするっていうのは。しかも全部だしね、フィールド上の DDD モンスター全部、まあ DD だけ上がんないのがちょっと若干あるけど、だそこだけ注意って感じかな。でエクストラデッキに DDD モンスターまたは契約書魔法トラップカードが合計12枚以上存在するデッキを設定してデュエルを開始した場合に、使用できる。デュエル開始に自分のペンデラムゾーンを追加する。あ、これもいいですね、これ非常に。しかも12枚なんて絶対入るんですよ。だってまずエクストラデッキが7枚中多分6枚くらいは DDD になるじゃないですか。ほぼ DDD ですよね、ほぼ6枚ってことは、あとメインデッキ6枚いればいいんですよ、契約書と DD を。だからあれですよね、ケプラー、契約書だけでも完了ですし、これ非常に強いです。この縛り合ってないようなもんです。はい。これは非常に強いと思います。だから粉砕の代わりになるんじゃないですかね、これからは。まあ一応そのデッキ偽装するんだったら粉砕ですけど、まあデッキ偽装しなくていいよっていうんだったら別にこの異次元の王を使えばいいんじゃないでしょうか。しかもこれいいのはレベル20報酬でもらえるのいいね。これレベル20突報酬でもらえるのは非常にいい。はい。で緊急契約戦場、これは、テルダの契約戦場または契約書カード1枚を墓地送って自分のフィールド上に表示する契約書カードを全て破壊すると、そのライフポイントを、破壊した契約書カードの数から1000回復すると。これは使わないかなと思いますけど、あんまり言うてこのカードをさらにめっちゃ回復するみたいなことできますね、一応ね。あ、ケプラは DD だからなんだね。まあでもどうせペンドラゴンとか、カイゼとか入るんで大丈夫ですよ。こんな12枚なんで余裕です。あ、こっちか。こんな12枚以上存在するなんて合ってないようなもんです。これはまあ、多分そんなに使わないかなっていう気はする。で、契約手形の先延ばし。自分のフィールド上に契約書カードが1枚以上存在する場合に、自分のターン開始時に発動できる。このターンのスタンバイフェーズをスキップする。出た、スタンバイフェーズスキップきた、最強だ。銀幕の維持コストがなくなるぞ銀幕のミラーボールの維持コストがなくなるぞ、最強か。しかもこれターンなんかデュエル中制限ついてないぞ、最強じゃん。あれだぞ、あのラバーゴーレムのコスト払わなくてよくなるぞ。あとあれだぞ、あの天気に戻ってこれなくなるぞ、天気モンスター、相手の天気モンスター戻ってこれなくなる一生。あとメタファイズね、メタファイズも戻ってこなくなる。ラバーゴーレムのバーンダメージもあのなくなる。めっちゃ強いやんまあちょっと契約書カードがないといけないんですけど、一応銀幕を貼っておくとなんか無限銀幕みたいなことができるんで意外とおもろいですね。毎ターン使えるんでね割と壊れまである。スタンバイフェーズなんかスキップするから他にねいろんな使いができますけど、まあ、基本的にはデメリット効果をあの飛ばすカードがいいと思いますね。あの王宮の直命とかああいうカードもいいと思います。結構相性いいと思います、はいはい、これは非常に面白いスキルですね。これはなんかいろんなことができそうです。で、賢者の記憶喪失、なんか自分のペンデラムゾーンに存在する DD 魔導賢者ガリレおよび DD 魔導賢者ケプラーの効果を次の自分のターンのメインフェーズまで無効化する。このスキルはデュエル中一度に使用できる。まあ、これは使わないかな。これデメリット効果あるんですよ、この2つって。ペンデラム効果で、まあ、それを無効にするってことで、まあ、ペンデラム例えばケプラだったらなんかスケールが減るとかねいう効果あったりとか、ガリレーも同じだったっけ、うん、だからまあスケール上げるか、自分のスタンバイフェーズにこのカードのスペンデラスケール上げる。そうだね、だからこの、まあ、デメリット効果を打ち消すみたいな感じの使い方ですね。まあ、多分あんまり使わないと思います、これは特段。はい、で、資料の塗装、これがね、これがあのリーク情報に、リーク情報というか、公式リークかにあったやつですね。
深夜の統率デュエル開始に自分のポイフィルゾーンにペンデラムゾーンが追加されるよと。でデュエル中に一度手札から深夜ヘルアーマゲドン1枚を選び、エクロストラデッキの表側表示加え、その後自分のフィールドデッキの DD ペンデラムモンスターをそれぞれ1体まで選んで効果を無効にしてペンデラムゾーンに置く。これはケプラーを置けばいいので、まあ、ケプラー召喚して契約書サーチで契約書でヘルアーマゲドン持ってくる。でヘルアーマゲドンをエクストラに置いてケプラーを置くっていうことができるんで、これ非常に強いです。でデッキからペンテラモンスターをペンテラムゾーンに置くっていうことができるんで、これも非常に強い。あのこれでスケールがもう簡単に揃います。10と4とかね、まあ1でもいいですけど、10と4とか10となんかいくつみたいな感じで簡単にペンデラムゾーンを揃え、しかもカードが1枚増えてるんで、結局エクストラデッキ、エクストラデッキに表側表示で加えたモンスターはペンデラム召喚すれば出てくるんで、実質合ってないようなコストですから。これはカードが1枚増えてるんでめっちゃ強いです。はい、で次の自分のターン開始に自分のペンデラムゾーンのカードを全てデッキに戻すっていう効果あるんで、まあこれはねデメリットではあるんですけど、まあ一応戻し前に例えばアポカリプスで破壊してアポカリプスが出してこれたりとかはあるんで、意外とこれは普通に強いと思います。あとはダブルサイクロンとかああいうのを使ってもいいですね。でこのスキルは DDD、CO、ヘル、アーマゲドン1体以上含む DDD ペンデラモンスターが6体以上存在するデッキを設定してデュエルを開始した場合のみ適用できる。これがね難しいんだよな。これねこれめっちゃ強いんですよこのスキル。ここのなんか DDD ペンデラモンスターが6体以上っていうのがすげえ多いんですよ。でここがちょっとねネックですかね。あのペンデラモンスターっていうのは問題点があって、シンクロ召喚するとエクストラデッキいっちゃうんですよ。だからちょっとねシンクロ軸とはねなかなか混合しづらい感じがあって、6000パンチマンアレクサンダーですね、レベル10のアイスとかをちょっと出しづらくはなるんですけど、出しづらくっていうか効果を6000で使いづらくはなるんですけど、これ DDD ですからねペンデラモンスター。これだからあのケプラーとか当てはまらないんですよ。だからヘルアーマゲドン3枚にプラスしてなんか他のストラクチャーで出たアポカリプスとかああいう系の DDD ペンデラモンスターをいらなきゃいけないんで、結構ね枠がねめちゃくちゃ少なくなっちゃうんですよ、自由枠がデッキの中の。まあ、そこだけですね問題点は。ただ強いです。ペンデラム軸だったらこのスキル一択まである。ええ、そんな感じのデッキになっております。デッキというかスキルかになっております。で白と黒の契約、自分のフィールド上に表側表示で存在する契約書カードを1枚ポチ送って、下記の効果を1つ選んで自分のフィールド上の DD モンスター1体に適用する。このスキルは自分のデッキ、エクストラデッキのモンスターが DD モンスターのみのデッキを設定してデュエルを開始した場合にデュエル中に2度まで使用できる。3つっていうのが何かっていうと、チューナーにするか、もしくはレベル4にするか、もしくはレベル8にするか。これはね結構面白いスキルだなとは思っていて、モンスターをチューナーにするってことは、要はケプラーをレベル1のチューナーにして扱えるんですよ。だからこう例えばテムジンとケプラーで7シンクロしてアレクサンダー あの大王じゃない方の疾風王の方のアレクサンダーとか出したりとか、あとあの8にして8エクシーズしたりとかね。だからこれね面白いスキルなのかなと。ルートが増えると思います。これそのチューナーにするっていうスキルによってルートが増えます。多分ケプラーから入って7シンクロするルートが増えるかなって思いますね。アレクサンダーとレベル4にしてエクシーズもできますし、なんかこれはね面白いですね。まあちょっとカード増えないんであれですけど、これは多分かなりルートが増えるから、はい、非常に面白いスキルなんじゃないかなと。これはまあ誰かがルートを増やしてくれるまで待ちましょう。ちょっと俺はもう考えたくない。で全ての王を滑る地獄の重鎮っていうのは、自分のデッキに C をヘルアマゲドンが1枚入った、あこれはイベントでね先に使えたスキルだからみんなもご存知でしょうね。皆さんもね、また自分のペンデラムゾーンに DD ペンデラムモンスターカードが2枚以上存在、2枚存在する場合に、デュエル中に一度自分のデッキエクサデッキから DD CO ヘルアマゲドンを1枚手札に加えて、その後手札を1枚できます。まあ、ヘルアマゲドン出しましょうみたいなことですね。で、自分のデッキエクサデッキに DDD ヘルモンスター、または契約書魔法トラップカードが合計12枚以上存在する、デッキを設定してデュエルを貸した場合にペンデラムゾーンが追加される。これは、また DDD と契約書12枚以上入るんで、どうせ。これもまあ合ってないようなもんですね。これも縛りは。まあ、これもなかなか無課金の方とかにはヘルアーマゲドン持ってない人もいると思うんでね、いいと思いますね非常にね。はい、初期スキルの割には確かにこれ壊れかもしれないですね。で世界の終末すごい名前。デュエル中に一度手札の DDDCO ヘルアーマゲドン1体を相手に見せて発動、自分のエクストラデッキから表側表示の DDD ペンデラモンスター1体手札に加えると。で次のターンの終了時まで自分はこのスキルで手札に加えたカードおよびその同盟カードをペンデラム召喚以外で召喚特殊召喚できず、それらの効果を発動できない。まあ要はペンデラムスキルに貼ることはできないよっていうことですね。これで表側表示で
加えたところで、これ効果を発動できないってことは、これペンダラムスキャンにセッティングすることもできないってことなんで、まあ普通にペンダラム召喚しろっていうことですね。加えたモンスターを。これのペンデラムゲイザーとかと一緒ですね。ゆうやくんのスキルも。で、てことだから DDD、CO、ヘル、アーマゲドンを3体同時にペンデラム召喚したターンに一度使用できる。これはね、アニメ再現ですね。これは完全にアニメ再現。これアニメでは、ヘル、アーマゲドンが一気に3体ドーンって出てきましたんで、ゆうやくんとのデュエルで。これアニメ再現です。で、フィールド上に存在する DDD、ヘル、アーマゲドン以外のモンスターを全て破壊する。つえーつえーヘル、アーマゲドン3体を手札から、手札からペンデラム召喚できた場合は全部破壊すると。だからヘルアーマゲドン、ヘルアーマゲドン、ヘルアーマゲドンっていう3枚の手札にする必要があるっていうことですね。これはかなり要求値は高いです。ただしヘルアーマゲドンは魂のカードとかでも一応サーチできるんで、契約書と、まあ、意外と枚数をデッキ内に増やすっていうことはできると思います。あとはペンデラムスケールをセッティングするだけで、デッキ草デッキの DDD モンスターまたは契約書魔法トラップカードが合計12枚以上存在するデッキを設定して、デュエルを貸した場合に自分のフィールド上に、ペンデラムゾーンを追加すると。なるほど、これあれですね、多分破壊耐性があるやつも破壊できると思います。これ全て破壊するっていうこれスキルなんで、これ多分ね、スキルで破壊って相手の破壊耐性無視できるんですよ。だから多分ね、ブルームディーバとかコキュートスみたいなやつも多分破壊できると思います。これおそらくちょっとやってみないと分かんないですけど、多分いけると思います。これこのスキルだけで動画1本撮れますね、これね。これは絶対にやります。はい、アニメ再現なんで。なんでかっていうと、はい、これ多分いけると思いますね。これスキル高いなんで、これ面白いですね。で、あとは別次元からの帰還ですか。これ、除外されている自分の、DD モンスターが20枚以上の場合、デッキ外から異次元からの帰還を1枚自分のフィールド上に裏側表示で置く。このスキルを使用するターン、自分は魔法トラップカードを発動できない。このスキルは自分のデッキ、エクストラデッキに存在するモンスターが DD モンスターのみの場合にデュエル中一度のみ使用できる。20枚以上がやばいですね。20枚以上やばい。ちなみにこの OCG ではこれ禁止カードです。異次元からの帰還、除外されているモンスターなんか好きなだけ特殊ができるってやばいカードなんで、これ OCG では禁止カードになってますが、20枚はヘルテンペストでも打ちます？20枚以上にのモンスターを入れた上でデッキを厚くし、さらにヘルテンペストを打つみたいなことをしないと発動できないので、かなり難しいですね。かなり難しい。発動条件20枚以上ですよ。やばいでしょ。ヘルテン打たないと無理だろ。ヘルテン打たれるか打たないと無理だろみたいな感じありますけど、まあロマン法ではありますよ。まあちょっとこれで気にならないんじゃないかなと思いますけどね。まあでも、まあ総じてこのスキルはかなり強いです。かなり強いです。スキル星5までいっていいんじゃないかな。久しぶりに星5、かなり強いと思う。スキルはめちゃくちゃ可能性を感じる。さすが社長といったところ。で、まあ、全体評価としては、まあ、報酬がマジでガチゴミだったんで、まあ、星2で。で、まあ、スキルが5なんで、総合 3.5 ぐらいはありますね。キャラクターの評価的には。総合 3.5 ぐらいはあります。まあ、割とね、面白いキャラクターではあるし、DDD 好きな方は絶対、育てて損ないんで、早くね、みんなもゲットして、育てていただければなと。いうふうに思っております。以上です。